しかし、愚かな僕は気がつかなかったのです。あれは、スザンナが渡したものだってこと。場所にやってまいりました。ロジーナ様は私スザンナに変装して自分の夫を今か今かと待っています。近くにはフィガロも隠れて様子を見守っていると思われます。いくら事情を知らないからといって私のことを疑うなんて、彼もついでに懲らしめてやりましょう。さあ、夜もだいぶ更けてきました。邪魔が入りました。まったくあいつはどうしてこんまが悪いんでしょうか。